雷曹とは総統選挙に勝ちました。しかし立法院の方はさっきからおっしゃったように一票差で野党が勝った。ねじれてるわけですね。アメリカ、これから大統領選挙がありますよね。トランプさんが勝つのか、それともバイデンさんが勝つのか、アメリカの国民の判断が問われるわけですけれども、どちらが勝っても、そしてどっちが勝ったらこの台湾にとって有益かっていうのも、なんとなく皆さんもそこを注視して見ていらっしゃるような気がします。そして例えばトランプさん勝ったら、おそらくアメリカの中も国民も台湾で今ねじれが起きているようなことが同様に起きるかもしれません。その時に中国がどさくさ紛れに台湾に対して吸収をするようなことがないように、しっかりと国際社会も監視が必要だと思います。あ、じゃあもうこんな感じ。はい、だけど私は最後にじゃあ申し上げたいのは、もう私たち香港で懲りたじゃないですか。世界中の大統領と言われる人たちがやってきて、香港を守る、香港を守る、どれだけ言いましたか。実際香港どうなった、結果として。私は台湾を守るという政治家が世界中のリーダーで現れて、そして台湾をきちっと有言実行で守ってほしいと、それが日本の一人の国民として、一人の政治家として、自由民主主義を皆さんと同じように愛する人間として心からの願いであります。ご清聴ありがとうございました。で、あと同時に私の父をさっきから何度も紹介してくださったんですけど、私が今日なぜここに父親をまるで呼んだか、なぜ呼んだかっていうのは理由があるんです。还有一个今天已经介绍很多次的我的父亲，我为什么今天会带我父亲来呢？其实是有理由的。まあ、人間頑張って生きても仮に100年とします。人生如果人生百年的话，うちの父は92、今年3になります、6月那我父亲今年92岁，今年就到93岁，马上93岁了。ろうそくの灯火に例えると、父の人生ってだんだん火が消える可能性が高くなってきてる年なんですね。所以说作为一个蜡烛的话，可能还剩下不多的状况。だけど彼はですね、私の父を彼って言って恐縮なんですけど、私の父はですね、彼は政治家として若き時に青嵐会っていうところに所属をして、最後の最後まで自由と民主主義を愛する台湾、この台湾を国交を守ろうということをずっと決めて、その行動を最後まで諦めなかった政治家としての私の師匠なんです。我的父亲年轻的时候属于一个叫青蓝会的一个组织，这个组织一个很强烈的信念就是说要保护、保卫和这个自由、同有自由民主的这个好朋友的台湾和台湾的这个国交、这邦交，他一直作为政治家一直坚持到最后一刻，所以他是我人生的不仅是父亲，还是我的老师。ありがとうございます。親父からよく子供の時代から政治家の家で育ちましたので、昔からいろんな逸話を聞きますけども、忘れられないのは青嵐会っていうのは、ある時結伴状を作った。結伴状っていうのは、昔日本の侍が刀を抜いてピッと親指を切って血液をつけたやつを自分のサインと一緒にハンコみたいに母印で押すわけですね。約束を守る時に結伴状を押す。青嵐会もですね、結伴状をみんな押したんです。だけど全員裏切ったんですよ。それが政治家です。他说当时他们青蓝会是要保护、保卫和台湾的外邦交的，所以说他们青蓝会的成员，你就那个小姐，何やったっけ？結伴状したの。押したけど、押した全員何やったっけ？青蘭会って。他一共青蓝会大概有大概20-30人，最后他们用这个血书自己写个，就在国会中一定要投票反对，然后每个人把血印摁上，一共有将近30人摁血书，然后最后一个个被说服全跑掉，最后剩三个众议院剩三个，参议院剩两个投的反对票。で、私はですね、自分自身が政治家に2003年に初当選してから、このずっと自分自身も自由民主党の日本の議員として活動してくる中で、自由と民主主義をきちっと世界の秩序のためにも守っていくということ、そして共産主義、社会主義と対抗していくと、まあ、冷戦生まれで冷戦の時代に育って、何が
共産主義何が自由民主主義かっていうのを徹底的に政治家の上で仕込まれたもんですから、だから私にとって台湾という民主主義の隣国を守るというのは当然のことだと思ってるんですね。我是在这样的政治 家庭长大的，那么其实我也看到很多政治就是说完话以后背叛的过程，但是也同时看到就是一直坚守信念，一直坚持到最后的这些理念的重要性。那么我也跟我父亲一样，也认为作为我们是自由民主的国家，我们要和共产主义社会主义对抗，这个理念是绝对不能让步的。1972年、私が初めて海外旅行をしたのが台湾です。私は当時2歳でした。1972年、我第一次这个海外国旅行就是来台湾。当时我2歳。日中条約がまさに締結されて、国会で日本の国と台湾の永久条約ですよ。永久条約がたったの1分たりとも国会の議論にかけられることなく、そのまま日本は記者会見の席で台湾との国交を切ってしまった。この判断が正しかったかどうかっていうのは、今この21世紀、頼清徳総統が就任される今日、明日、皆さんが日本の当時の政治家たちの判断がどうだったか、正しかったのかっていうことを、まさに歴史のジャッジメントの日がやってくると思ってます。1972年，台湾和日本断交那一年，我来到台湾。当时日本和台湾，就是说是一个永久的国与国的关系，但是为了和中国建交，就把这个关系切掉了。大部分的日本的国会议员都投个赞成票。这个判断到底是正确的，还是一个错误的判断？那么我们想到明天赖清德总统的就任式，大家。是做一个审判的日子。那么我们看到台湾依然坚持到自由民主，那么中国现在是所有的我们亚洲的敌人。那么我们现在可要反思1972年那一场日本国会的那场判断，其实应该并不是一个正确的结果。ありがとうございます。先ほど門田隆昌先生がですね、話の中の最後のところで国連の話をなさいました。で、私はいつも思いますけども、日本が戦争に負けたのは1945年の8月の15日が私たちの終戦の日です。で、日本はですね、その日中友好条約を結ぶとき、戦争のときに第二次世界大戦のときになかった国と平和条約、戦わなかった国と平和条約を結んだという愚かなことをやったと今でも思っています。我当时在日本的，刚才这个门田先生也讲到，就是说1971年在这个联合国的事情。那么日本是1972年和中国签订了这个和平条约。这个日本并没有和中华人民共和国打过仗，日本和作战的是中华民国。那么日本和一个从来没有发生过战争的国家签一个和平条约是一个非常愚蠢的事情，所以我到现在也认为当时的日本的政治人物做了一个非常非常愚蠢的判断。中华人民共和国ができたのは1949年の10月の1日、すなわち戦争が終わってから4年後にできた国、それとどうやって戦うんですか。私たちが戦ったのは台湾ですよね、台湾の皆さんですよね、当時の国民と。したがって平和条約を結ぶ、永久条約をきちっと守るならば、台湾と守るっていうのが本当の歴史の筋道なんじゃないでしょうかね。所以说中华人民共和国是1949年建成立的，那么和我们战争结束是四年以后才成立的国家，我们跟他们中华人民共和国完全没有发生过战争，我们跟他签订这个和平条约完全是不符合逻辑的。那么我们尊重历史，应该是和台湾签订和平条约，因为跟台湾永远和平下去。ただ今現在21世紀になって、私が安倍政権で外務副大臣を務め、そして菅政権で防衛副大臣を務め、この今の流れを見てると、トランプ大統領が出てきて、そしてトランプさんが中国に対して対中政策非常に厳しいことをやりました。そして習近平がアーマラゴに行ってトランプさんなんかと話をして、その後見てたらパンデミックになった。
武漢からあっという間に世界中に広がったウイルスがたくさんの命を奪い去って、そしてこのパンデミックが収束した現在、また新たな戦争がヨーロッパとそして中東とで起こり始めた、起こっているということ、この流れをまずは政治的に抑えたいと思います。我是在安倍内阁的时候，我担任外交副大臣。那么在菅义伟内阁的时候，我担任的是防卫副大臣。那么我有幸看到了这个国际社会一个非常激烈变化的时期，也就是说，美国的川普总统和中国进行全面的美中贸易战，美中全面对立，然后全世界发生了疫情，疫情之后，疫情之中就发生了乌克兰的战争和中东的战争，所以说现在全世界是在一个非常激烈变化的时期。赖総統は総統選挙に勝ちました。しかし立法院の方はさっきからおっしゃったように一票差で野党が勝った。ねじれてるわけですね。アメリカ、これから大統領選挙がありますよね。トランプさんが勝つのか、それともバイデンさんが勝つのか、アメリカの国民の判断が問われるわけですけれども、どちらが勝っても、そしてどっちが勝ったらこの台湾にとって有益かっていうのも、なんとなく皆さんもそこを注視して見ていらっしゃるような気がします。台湾虽然赖清德当了总统，但是大家知道，刚才讲了立法院现在民进党是少数的执政党，那么马上的美国的总统大选也要进行，那么美国到底是拜登总统胜选，还是川普前总统胜选，以及美国的国会会有什么一个新的状况，这些都是和我们非常息息相关的重要的课题。そして例えばトランプさん勝ったら、おそらくアメリカの中も国民も台湾で今ねじれが起きているようなことが同様に起きるかもしれません。その時に中国がどさくさ紛れに台湾に対して吸収をするようなことがないように、しっかりと国際社会も監視が必要だと思います。あ、じゃあもうこの辺。はい。如果说这个川普当选的话，或者是美国呢，也会出现就是说跟台湾一样的就是朝小野大的状况，那么也很可能的这个国际社会就会变得更加复杂。那么这个时候我们台湾能够做什么，日本能做什么，日本和台湾能做什么，是一个非常重要的课题。あのもっと喋りたいですけど、加藤田先生の病気がうつっちゃったみたいで、だけどまだうつってないそうですが、其实我其实还有很多话要讲，但是时间已经到了，不好意思。だけど私は最後にじゃあ申し上げたいのは、もう私たち香港で懲りたじゃないですか。世界中の大統領と言われる人たちがやってきて、香港を守る、香港を守る、どれだけ言いましたか。実際香港どうなった結果として。私は台湾を守るという政治家が世界中のリーダーで現れて、そして台湾をきちっと有言実行で守ってほしいと、それが日本の一人の国民として、一人の政治家として、自由民主主義を皆さんと同じように愛する人間として心からの願いであります。ご清聴ありがとうございました。所以我觉得我们不能光期待这个世界上的领袖，我们可以看到香港的教训，香港出事的时候，香港有多少全世界的领导人说我们要支持香港，我们要保护香港，但是最后他们什么也没有做，香港现在变成这个状况。所以说我觉得台湾如何保卫台湾，现在全世界都在说，但是怎样把他们的语言变成行动，这个呢当然是也要期待这个政治人物，但是作为我们一般的国民，我们每个人都要做出努力，大家一起的让国民的力量一起来捍卫台湾的自由和民主才是最重要的。谢谢大家。